ケンジ、どこ行くの？もういちいちうるさいな。どこだっていいだろ。18時には絶対に帰ってこなきゃダメよ。わかった？はいはい、もうガキじゃねえんだからさ。何かあったのかしら。ねえ、おもちゃ欲しい。ペットも飼いたい。友達のひろきくんの家はペット2匹もいるよ。あと家ももっと大きい家がいい。よそはよそ、うちはうちなの。やだ、欲しい。わがまま言わないの。ちゃんと勉強しなさい。ああ、もううるさいな。勉強勉強って、微分積分なんて将来使わねえだろ。あの時勉強してたら今とは違う仕事をしてるのかな。まだ間に合うかな。今さら勉強がしたい。大人になると1年があっという間に過ぎていくわ。へえ、全然想像つかないな。小6までまだかなりあるし、一生子供な気がするよ。1年が半端じゃないスピードで過ぎていくな。ほんのちょっと前まで中高生だったのにな。時間は無限じゃないんだな。ほら、しっかり歯を磨きなさい。もうめんどくさいよ。ダメ、しっかり磨くの。歯はとっても大事なんだからね。もう分かったよ。今日の授業は終わり。また来てね。